はい、皆さんこんにちは、ワンダリングの石です。信長の野望創造戦国志伝ですね、太田牛一でのプレイ続きをやっていきましょう。現在の情勢ですね、まずは何と言っても、織田家なんですが、ご覧の通り画面中央ですね、尾張と美濃を領有している2カ国領有という状態です。まあ、美濃に関しては一部、まだ、完全に統一してないところがありますと。で、東に今川、武田、そして上杉、関東には北条と、東北には伊達というところですね。で、一方、畿内一円は足利、中国地方の毛利に四国の長宗我部、九州に関しては島津と竜造寺というところが現在の主な勢力ということになっています。でですね、今回、大田牛一、まあ、信長軍団になりますけども、まずは、美濃を制覇するということで、今回、なんとかこの大垣城を、取りたいと思ってます。で、さらにですね、言うと、現在は、この今川、ご覧の通りですね、かなり大きな勢力ではあるんですけど、足利に比べてはまだマシかなというところですね。兵力数で見ると、足利家が武将106、拠点29、そして兵数が15万。今川は、拠点20、武将90で兵数が13万。で、同盟が残り5ヶ月あります。で、まあ、関東の北条。ここはね、やっぱり北条。なんといっても、関東を抑えているので、兵力がずば抜けて多い。20万近くありますね。あとは、上杉ですね。今は同盟結んでませんでしたが、少し前まで同盟を結んでいた上杉。そして武田ですね。この武田も結構厄介な敵にはなってきますんで、この武田、上杉、今川、足利、この、どっかの国とだけ戦争状態っていう状態を作らないと、複数の、国とですね、大名と戦っていると潰されてしまうっていうのが現在の、信長の状況です。ですので、まず今回はこの足利が持っている大垣城を取って美濃を制覇して、防御を固めつつ、次どこが攻めてくるのかと。もしかしたら武田かもしれないし、今川が再度同盟が切れた後進攻してくるかもしれない。まあそういったことを考えながらプレイをしていきたいと思います。では早速ですね、この大垣城攻めに入っていきたいと思います。で、大垣城はですね、まあそこまで防御力が高かったり、強敵な城ではないものの、ある程度、兵数を割かないと、戦いが立ち行かない、そんな相手ですね。で、長島城からはこれ以上兵力出せないので、まあ長島城が実は足利が一番最初に攻め込んでくるポイントになってます。ですので、出陣します。長島城の兵力は温存。で、牛一は出陣させましょう。で、岐阜城からは勝家を出陣させましょう。みんな我に続け。勝家は出せないのかな？出せるね。勝家を出陣させます。出るぞ。勝家はっきり言って圧倒的に強いんで、勝家なくして、ちょっと成り立たない状況ですね。で、長秀は南から大垣城へ進攻させます。松様は正面から、まあ、こんなところでいいでしょう。で、牛一も正面から行きましょう。勝家を北から回り込ませます。で、内政ですね。
そしたら武家町を作りましょう。水田がちょっともう作れる土地がなくなってますので、ではこれで進めていきましょう。一応これで全部の部隊配置が終わったので大丈夫だと思います。で、一応五詰めとしてですね、郡上八幡からねね様を、岐阜城まで進めておきましょう。これでいいと思います。あとは国境の苗木岩村、この辺りが武田今川から攻められる恐れもあるので、まあ、この辺りを同盟が切れた時にね、どう対処していくかというのを考えたいと思います。で、あとは、武将をもらいましょう。ここは藤堂高虎にしましょうかね。堀秀政、いや藤堂高虎にしますか。できれば統率が高い武将がいいんですけど、秀吉秀長お市様あたりはできれば信長の配下に残しておきたいというのもあるので、今回は高虎にしましょう。皆我に続け。では回戦していきます。進め。まあここは力攻めしかないので力攻めしていきましょう。そうこうしているうちに敵の援軍味方の援軍が揃ってくると思いますので、であればまずは敵の援軍がどう動くかっていうのを見極めましょう。で、味方の援軍がやってきましたね。丹羽長秀がやってきましたので、お任せください。騎乗門突破しました。かかれ。皆覚悟を決めよう。ここが勝負どころよ。鬼を発動した。参るぞ。勝家クラスになると本当に強いですね。城門を破壊しました。統率武勇ともに105円になってるので、まあそうそうやられることはないですね。退却せよ。我らが攻めに耐えきれるか。さらに敵の援軍サークルマンの守りがやってきました。お任せください。かしこまりました。で、ここで牛一とお松様が到着です。そしたら兵力を無駄にすることはないので回り込みましょう。この後の戦いのことを考えると無駄に城門突破する兵力を割くのはやめましょう。こらが引きにはよの。城門を破壊しました。お任せください。ここが勝負どころよ。ここが勝負どころよ。
よし、これで、取りましたね。そしたらしばらく駐留させましょう。ねね様は騎乗させて城に帰りましょう。牛一はしばらく駐留させましょう。表情を始めます。先月の収支ですと思ったんですけど、牛一も一旦返しますか。返しましょう牛一も。で勝家も帰らせます。騎乗する長秀と松様だけで、とりあえず様子見ましょう。戦場へ参る。出陣します。で今上杉攻めに入って出ますね。上杉と足利がぶつかってる状態ですね今は。であれば どうしようかな。取ってしまってもいいかなという気はするんですが、小谷、金ヶ崎に釜場、今美濃を制覇したので次をどこにターゲットするかというのを考えてるんですけど、そうですね、まずは防御を固めた方がいいと思うんですね。何気に今川武田この辺りと戦争状態になる可能性って十分にあると思ってるので、足利だけを見ていても足をすくわれると。でちょっと今浮田直家のイベントがカットインしてますけども、まあ独立のイベントだと思います。ここはちょっとスキップしていきます。ご命令ください。先月の収支です。報告します。そしたらですね、築城していきましょう。その前に配属で移動させた方がいいですね。大垣城に人がいないと思うので、大垣城に人を入れましょう。大垣城は高虎に任せましょう。で、ですね、半兵衛の投資を一旦解任して、ここで、築城させましょう。一つ城を長島を攻められると厳しいので、津屋に、気づくか、それとも、まあ、岐阜とか、土田この辺りに城を構えるか、それとも城ではなく陣所にするべきか、ちょっと悩ましいところなんですが、まあ対足利を考えた時ですね、最前線になるのがおそらくこの大垣城、さらに、この岐阜城、そして一番敵の猛攻にさらされるのがこの名古屋城じゃない、長島城です。なのでこの長島城の防衛をするために、ここに城を築きましょう。で家臣が欲しいので家臣をもらいましょうと思ったけど、家臣は一人としてもらえる状況じゃないですね。今度は秀政か小六が欲しかったんですが、ちょっと今もらえそうにないのでこのまま耐えましょう。城を作ってもね、結局家臣の数が足りないという状況になるんで、難しいは難しいですね。
たら政策で鉄砲隊強化を、やっておきます。みんなに伝えましょう。では領地に行って領地で武家屋敷を作ります。やっぱりちょっと家臣の数が絶対数が足りてないですね。ここは往来が多いので宿場にして人口を増やしましょう。よし、これでいいでしょう。では大垣城に駐留していた部隊を引き上げさせましょう。で大垣城はこの後回収を修復ですねしないといけないと思いますので、次のターンで修復を入れていきます。戦へ参る。表情を始めます。先月の終始です。では早速修復を入れていきましょう。で同時にですね、今結構出払ってるんじゃないかな。そうですよね、パッと見出払ってる感じがあるので北近江へと進出していきましょうか。ですね、そしたらまだ同盟期間が残っているので今の間に出陣していきましょう。近江出陣します。城を持ちましょう。城を取ります。出陣するぞ。武将に規制崩しと激励を持った武将を入れて出陣させましょう。出るぞ。必ずや勝つ。出陣します。この釜場城を取っておけば、いやでもな、釜場城を取って何か利点があるかっていうとちょっと難しいですよね。釜場城ってそんなに大きな城じゃないっていうのが一つと、難しいな。釜場城今なら取れるけど、釜場城を取って何かいいことがあるかというとあんまりいいことはないですね。それだったらまだこの伊勢の亀山城の方が城を取った後守りやすそうな感じがします。この小谷と釜場両方取れるとねだいぶ違うと思うんですけど、そうですね、ちょっと作戦を二正面作戦に変えましょう。長峰は釜場に、常沖も釜場に、で勝井は小谷へと行きましょう。で牛一も小谷城を取るとだいぶ違うと思います。でねね様も小谷へと出陣させます。長島城はやっぱり兵力避けませんのでこのまま行きましょう。こんなところでいいかと思います。では領地に戻って武家屋敷を建てておきましょうか。もう武将が3人4人ぐらいいると、だいぶ内政面
充実してくるかなと思うんですが、苦しいとこですね。今敵は援軍を出す余裕がないはずだ。行くぞ。大谷義継が5000で守ってるのか、なかなか苦戦しそうだな。かしこまりました。皆覚悟を決めよう。行きます。お、牛一も来たな。続きなさい。足利義昭が無駄に前に出てきてるんで、これ義昭を打ち取りましょう。打ち取れなかったか。で、勝家はそっちから回らずに引き込まれません。続きなさい。で決めます。堀秀村も前に出てきてる。こういう時に一気にね。この戦必ず勝ちます。我らに勝てると思っているのか。で今攻撃で敵の動きを封じて一気に駆け上りましょう。敵が狙い撃ちだったらこちらも狙い撃ちで応戦します。決着つけようではないか。引き際は心得ています。これで敵は殲滅したので、あとは天守を取りに行きましょう。出してると最悪敵が援軍のね来てしまう可能性もありますから。敵城門突破しました。城門を破壊しました。続きなさい。これで大谷城を取ったので、鎌場城も取れば近江への影響力も増すと思います。問題は鎌場ですね。そうなるとこの鎌場をどうするか。敵が迫っております。逃げたければ逃げなさい。敵が我が領内に向かっております。過労になったというところですが、この鎌場城はどうしても取りたい城なので、敵が続々援軍を送ってきてますけども、ここは耐えましょう。信長はじめ援軍も出てますので、なんとか取りましょう。で配属で言うと、今全員出ちゃってるのが、ちょっと今人を入れられない状態ですね。であれば
提案して人材を確保しましょう。といってもろくな人材がいないな。ちょっとここは我慢しましょう。かといってせっかく取った小谷がね、出願するわけにいきませんからね。ちょっと難しい舵取りになりますね。秀吉と信長のイベントです。少しは武士らしくなったなということで信長から秀吉になりますね。でここで秀吉が改名のイベントになりそうです。これは羽柴ですね。羽柴秀吉に名を改めるということで、まあ、あの柴田勝家と丹羽長秀から一字ずつもらって羽柴秀吉ですね。その誕生の改名イベントをご覧いただいています。で小谷も今浜城と名を改めて、この今浜城というのは秀吉が最初に長浜ですね、ごめんなさい、長浜城は最初に、秀吉が拝領した城ですね。我が領内に敵が迫っております。まあ、ちょっとここはこれ以上長浜城を攻めてもしょうがなそうなので、長浜じゃないですね、釜場を攻められそうにないので、今取ったこの長浜城に撤退をしましょう。止まれ、続きなさい。どちらかというと今取ったばっかのこの長浜城が早速ピンチって感じですね。滝川一正、松永久秀、足利義輝とすごいそうそうたるメンバーに攻められてますね。これはなんで救援を出しましょう。至急戦場で華麗に舞いましょう。大垣からは人は絶対出せない。長島城から救援は出せないな。長島城から救援は出せないですね。隙を見せると長島城が攻められる。現に今舞台が動いてますからね。難しい。長浜城が落とされる可能性がある。で敵の大部隊がさらにこの大垣城にも迫ってるという状況ですね。で秀吉信忠が出陣中で、秀政に信長の1万が救援に来てるので、この1万をなんとか撃破できれば救援ができるかもしれませんね。
表情を始めます。先月の終始です。まだ大垣じゃない長浜に人が入れられない状態が続いてますね。村井貞勝、まあ政治は非常に高いんですけど、今必要なのはやっぱり戦闘力が必要なんですよね。なのでここはもうちょっと我慢しましょう。もうちょっと我慢しましょう。大垣城を至急回収していかないといけないですね。あとはやっぱり武将の数が少なすぎてどうにもならんというのもありますんで、調略もできないか。難しい。武将がもうちょっといれば。よし、これで一旦手を引いて攻撃を進めましょう。おお、今見たらこの長島城が包囲されてるじゃないか。よく見たら、まあ、長島城はそれなりに強固な城なので、まあ、まだ耐えられるとは思うんですが、よろしくない状況なので長島城に救援を出しましょう。足利も次々に攻めてきますね。本当に勝家は帰らせて松様を援軍に出して、タコンも来てるか。郡上八幡からじゃあ援軍を出しましょう。長島城が落ちるわけには絶対にいかない、防衛の要ですからね、伊勢方面の。ご命令ください。先月の終始です。他は大丈夫だよな。いきなり今川軍とか武田軍の侵攻を受けてたりしないよなっていうのがね、心配ですね。家臣で48か。48だと足りないよな。村井定勝までなんですよね。成政ぐらいまで欲しいですよね。60か。もうちょっと頑張りましょう。と、どうにもならないんですけど、人が入れられない。先に人を移動させた方が良かったかな。まあ今となってはですね。何、武田からか。武田から来てるってことは、これ武田とも戦争になるのか、もしかして。ダメだよ、今武田と戦争に入ったら勝ち目がないですね。
表情を始めます。先月の終始です。一通り大垣は揃ってはいるんですね。であれば回収していきましょう。大垣城も規模を7段階まで上げていきます。でさっき進出した土地に武器屋敷を建てていきましょう。で長浜城に人を入れます。あなたのためになるのなら。いや本当に心配なんですよね。武田がさっき密使を送ってきたってことが武田と戦争状態になるんじゃないかという、危惧をちょっとしてます。起乗します。表情を始めます。先月の終始です。城の運営自体をもう任せちゃった方がいいかなとは思うんで、まず投資は委任をして、まあ、建設はちょっと今回できないですね。で提案、特に戦果を上げてないので提案も難しいというところかな。我が策お見せしましょう。城へ戻る。表情を始めます。さあ、それではですね、ちょっと今の情勢もう一度見ておきましょう。九州はもう島津が平らげたという感じですね。兵数が30万になろうかというところです。で中国の毛利、ですね、あとは四国の長宗我部も、進出してきているというところです。で今川は相変わらず、そこそこの兵力を持っていて同盟期間が残り1ヶ月と。で、足利なんですけども、拠点27ある割に兵数が15万ということで、やっぱりねこの辺りは戦っている敵の数が多い分伸び悩むところですね。一方島津はもう西へというか、東へかな、行くだけなので、とても楽ではありますよね。ただ、今長宗我部と毛利と同盟中なので、これ以上領土を広げることができない。そんな中どっちと戦争していくのかですね。で関東の北条はさらに勢力を広げつつあるなという印象です。で上杉も勢力としては11万で武田が7万というところですね。で、織田家なんですが、さっき長浜城を取ったものの、まだやっぱりね、兵力としては7万ちょっとというところになっています。今は、
北陸方面で上杉と戦闘中ですね。ですのでこの隙にやっぱりね釜場城ぐらいまで取っておくとすごく楽にはなるんですが、おそらくもう最前線がこの小田に、まあ長浜になります。それとこの長島で、長島城に関して言うと、まあ割と信長の本拠地尾張美濃に近いところもあって救援が出しやすいんですが、長浜城は一つポーンと近江に飛び出てる分援軍が出しにくいというのが実際問題あります。なのでこのあたりもね少し考えながらやらないとまずいかなというところですね。ではちょっとねもう足のごの言ってられないんで48しかないんですけど、これで人を雇いましょう。増田長森、政治力は高いですね。金森長近、まあ長近あたりが無難かなという感じがしますね。どれもまあズバ抜けてないけど70ぐらいあるっていうことで、さあこれでじゃあ進めていきましょう。手柄を立てるぞ。出陣しよう。表情を始めます。先月の収支です。足利はどうなったんだ。ここはあーなんとか守りきれそうっていう感じですね。びっくりしたー。待ってくれ、マジか。今武田と戦うのか、がっかりだなー。これにはちょっとびっくりしましたね。これは救援を出さないととても支えきれないでしょう。秀吉とかね信長が出てるとはいえこれはねとても支えきれないと思いますので救援を出しましょう。いやー今戦っちゃまずいよ武田と。戦場で華麗に舞いましょう。信長ももうちょっと無茶なことしてくれるな本当に。我が戦お見せしましょう。戦場へ参る。戦場で華麗に舞いましょう。待機せよ。お直家ですね。で待機せよ。とりあえずこの内騎城は守りきったんで承知しました。騎乗します。城に帰りましょう。表情を始めます。先月の収支です。最悪この内気岩村が失冠する恐れがあるんで城の防御力は固めておきましょう。出陣します。いざ参ろう。出るとするか。で今川軍が今どうなってるんだ。
今川とまた同盟の期間を延長して今川軍がどう動いてくれてるのかですね。今川軍が援軍で来てくれてる感じはしますが、出陣しよう、行きます。いやいやいや、独立なんてとんでもない、勝ち目がないですね。ちょっと一旦表情はスキップして、この防衛戦の方を引き続きお届けしていきましょう。でこれで、武田を一度撃退したので、高虎を返して、常沖も返して、松様返しましょう。起乗します。で気になるのがこの今川の動きですね。安政9000、水野7000、家康1万3000がおそらくこの城に攻め入ろうとしてますね。さらにこっちからも出てる飯田城か。どうだろう、これ便乗して武田攻めちゃった方がいいのかな。そうするとどうだろう、牛一使って、我が戦お見せしましょう。飯田城でも取ってみますか。ただババノブハル4500がここにいるのが、このババノブハルとぶつかるのは得策じゃないな。いや兵を引きましょう。戻ります。表情を始めます。先月の収支です。で家臣で提案6か、6じゃ何もしてもらえないですね。あー表情終了しちゃった。我が戦お見せしましょう。我が戦、再びこの内騎城に敵が攻め寄せてきているというところですね。まあしばらくはこの武田との小競り合いが続きそうな感じがしてきました。ここはもう耐えるしかないですね。今川とはしばらく良好な状態が続きそうですね。で今川は上杉と戦うみたいです。武田ではないというのがあって、引き続き武田からの圧迫と足利からの圧迫を受けながらプレーをしていくことになるんじゃないかなと思います。で上杉からも敵視され始めてるのが危険だな。はい、というわけで、今回は長くなってきましたのでここまでにしたいと思います。次回は、足利、今川、武田、上杉、この辺りの大国とどう向き合っていくかをね、考えながらプレイしていきたいと思います。